おはようございます。上の方は風吹きすぎて走れるのかどうか分かりませんが、行ってまいりたいと思います。徳川家康じゃないんですけども、向かい風の中坂道を行きたいとそう思います。すごい波しぶきが立ってますね。これ慣れないね、今日もフェリーは。フェリーが来ないとね、お店に物はなくなるし、郵便物は来ないし、大変なんですよ。私も愛妻から郵便物が来なくてちょっと困ってます。すごいですよ、やっぱり。それでは頑張ってきます。いやー、見てください。すごい風が強くて、では明日のね、この赤岩の展望台にいられるでしょう。昨日はね、行かなくて来れなかったからね。すごい。はい。ではでは、まだまだ頑張ってまいりたいと思いますが、いやー、今日もまたあれだね、天気が悪くて台風来ているみたいなんで、皆さんご注意ください。千葉の方はまたなんか上陸しそうな勢いだっていうことなんで、はい、この間来た台風よりもちょっと強いみたいなんでね、強くて大きいのか、うん、もう手売りとかね、はい、ああ来ました。さっきまで向かい風だったんでこっからは追い風になります。はあ、ああすごいすごい。背中に押されてる。すごい楽。面白い。いやー、本当にひどいわ今日は。そりゃ観光客の人も来ないしね。私と同じ走る人がテールトにあと2人、少なくともいますけど、毎日のように走ってる人が、その2人以外来ないね今日は。ああでもすごい風に追われてる。これタコに乗って飛べそうだね、この風は。ああこれでも昨日よりは少ないんですよ、風は。はい、間違いなく。少し波が穏やかになってきたね。さっき天候調査って言ってたから、ひょっとしたら欠航しないかもしれませんけど、すごい海だ。お、帽子が吹っ飛んじゃった。よいしょ。私は声を大にしていた。本当に消費税増税してる暇、千葉県を支援し、千葉だけ消費税 10% にしないでそのまま据え置くとかさ、そういうことをして、さらに支援もしっかりする、自衛隊も使ってやるっていうことがどうしてできないのか、本当に不思議です。全軍出動していいぐらいの災害でしょう。自衛隊なんだから。離島に住んでるとね、いつも思うんですよ。医者がいないっていう話でもお話ししましたが、なんか中央からは全部ほっとかれてんのかなって、どうでもいいって思われてんのかなって、時々愕然とすることがありますよ。でもね、一方でね、こう
あ、時間距離がすごく長いんでフェリーが欠航しちゃったりしたらほらもう来ることもできませんから、よそから干渉されないというか、うん、70年前の戦争の時もこの島の人たちは戦争が終わったこともしばらくあの玉音放送ちゃんと聞けた人はともかくそれ以外の人はあんまり意識してなかったって聞きました。戦争が終わったことが、まあ、あんまり意識の端に上ることもなく普段通りの生活をしていたそうです。当然、まあ、ロシアから近いわけですけどもロシアに占領されるようなことも、まあ、たまたまだとは思いますがなく戦後を迎えたそうです。そのことでも分かるように島にいるといろんなことがこう逆に分かりやすくなってくるっていうか見えやすくなってくるようです。非常に前よりも、政府に対しての考え方は明瞭になりました。私も、上にこんな動画の中で文句ばっかり言ってるわけですけど、灯籠の斧をよろしく最後まで動画を見ていただきありがとうございます。明日もまた空と海と鳥と太陽と共にお会いいたしましょう。ジョギングマンでした。